はい、ジェコマです。今日はですね、ちょっと昨日ね、なんかすごい疲れてたのかわかんないですけど、仕事帰ってきてからデュオリンゴってね、英語の学習ソフトやって、で、ちょっとね、一回寝ようかなと思って寝たら朝7時でした。で、今ね、お掃除ロボットが今家中を掃除してますけど、で、それでね、動画撮ってねと思って今急いで動画撮ってます。なんで実質モーニングルーティーンみたいな感じなんですけど、まあただそれだけでね撮ると微妙なんで、今日はね、これ、まあ、前から持っていたロードのラベリアマイク、まあ、ピンマイクですよね、まあ、こうケーブルを出すタイプのちっちゃいピンマイクなんですけど、まあ、一般的なピンマイクですよね。これを使って音質どう変わるのかなみたいな感じでちょっと撮ってみようかなっていうところで、これをつけたまんまね、今日はちょっと朝のね準備をしたいと思います。で、まずはね、いつもコーヒーを持っていくんで、コーヒーのね準備とかをしたいと思います。じゃあやっていきましょう。ほんとね、準備しながらやっていくんで、まずはね、もう忙しいからね、朝はいろいろやりながらだと、でしかもこれをね、撮った後に動画を編集しなきゃなんないんで、ほんと忙しいんですよ。忙しいって自分が悪いんですけど、それをね、やらなきゃならないんで、ちょっとね、あたふたしちゃいましたね。で、まずこれ入れて、お湯を沸かして、したんで、で豆の量を測りますと 40g。 もうね、この大量に 1kg 買った豆も残りあとこれだけですね。はい、で、これ別にやる必要ないんですけど、なんか凍らしとくとね、ダマになっちゃうんで、この豆をね、吸った状態で。なので、こういうね、コーヒーマドラーで、一回、中をね、ガサガサガサっといって、崩すようにしてます、最近。これだけでね、だいぶ、お湯を入れた時の感覚が全然違うんですよね。なんかこれやらないと、ボコってね、お湯っていうか、塊が、出ちゃって、微妙な感じだったんで、はい、こんな感じでね。で、あとはお湯が沸くのを待ちたいと思います。で、その間に僕はプロテインを飲むので、プロテインの準備、プロテインはだいぶ前にね、紹介したこれね、この電動のシェイカー、これを使って入れてます。で、今日はザバスのレモンの気分じゃない、今日はグレープフルーツの気分なので、グレープフルーツに行きます。で、これをオンにして、で、ね、ちょっとずつこうやってこう見てると、はい、プロテインいただきます。あー、美味しい。じゃあ次、今度はね、肉を焼いて食べたいと思います。
まあ肉をね焼いて食べるんですけど、その前にちょっとさっきのねシェイカーを洗います。シェイカーを洗うのもシェイカー回しながらねジャバジャバやって洗うだけなんで結構簡単ですね。で洗ってで昨日洗い物せずに寝ちゃったんでフライパンも洗って、お、お湯が沸いた。お湯が沸いたけどちょっと待ってね。もう奥さんがねいつも洗ってくれたりとかしてるんですけど、僕が寝ちゃった時にはね、奥さんも昨日ね忙しくて大変だったみたいなんで二人してやりっぱなしでちょっと寝ちゃった感じですね。寝ちゃったっていうか俺が起きたら奥さんがまだ仕事してたっていうね。いやフリーランスタイム、おっと下にねグレンタイザーが来た。先にはい、お湯が沸いたのでコーヒーをねセットしておきます。で480ぐらい、はい、これでこれはどかしておいて、アレクサ、タイマー3分。忙しい。そしたら肉の量を測って。100g ね、はい、92g だけど大体こんなもんでしょう。肉はかりの刻んで、ネギ刻みの、ネギ刻んで。でさっきの肉、これヒレ肉なんですけど豚のヒレですね。このまんまだと全然火が通らないのでこうやって半分にして、でちょっとダイヤモンドカットにね切れ目を、まあ筋がねヒレなんでねあるんで柔らかいから別にあれなんですけどね、ただ火がね、こっちの方が通りやすくなるんですよ。こんな感じで。はい。こんな感じにしてやって、焼いていきたいと思います。はい、ちゃんとね、拭いてないですけど、もう、いっちゃいます。はい。で、油をね、ちょっとだけ。アレクサ。止めて。あ、
忙しい忙しい全部自分が悪い。で、肉を焼きます。で、コーヒーが抽出が終わったので、コーヒーを抽出します。はい、セットしました。で、これに味付けはね、今日はクロセのスパイス、クロセのスパイスかけて裏返して、で、またクロスのスパイスかけて、ネギを適当に突っ込んで、で、蓋をします。で、3分、で、その間に洗い物と、こういうね、いろいろとね、やりつつ洗い物もしつつっていう風にしておかないと、朝は間に合わない。これで今とりあえず朝1杯ね、プロテイン飲んで、で、さらにヒレ肉を 100g なんで、これで 40g のタンパク質が取れたっていう感じですね。まあ、こんな感じで、まあ、雑なんですけど、タンパク質の計算をするという感じでやってますね。はい、で、コーヒーが落ちたんで、クレバーのドリッパーの片付けも、あ、そうだ、あとこれね、ちょっとここでやりますけど、別にこんなところでやんなくたっていいんですけど、フエルワカメね、食物繊維も大事なんで、ワカメをお水で戻します。これはね、あのサラダでね、サラダにして食べたいと思います。味噌汁とかにしてもいいんですけど、今日はサラダ。はい、たっぷりめのね、お湯にして、で、そしたら今日の水筒にさっき落としたコーヒーを移して、焼いてる最中にいろいろやっていきます。はいはい、はい、焼き上がりました。火取ってるかな、ちゃんと。うん、大丈夫そう。まあ、ちょっとまだ時間があれなんで、時間がっていうか他のことやってるんで、で、この間サラダを作って、で、今日ね、本当はご飯をこれに追加するんですけど、ご飯がね、今日切らしちゃってて、お米をね、なので炭水化物が全然足りないんですけど、炭水化物足りない分はち
ね、会社に行く時に、おにぎりでも買って、炭水化物追加したいと思います。よし。で、そしたら今日はね、どうしようかな。はい。はい、こんな感じでね、サラダ。今日は梅か、これ、おろし醤油ドレッシング。これもノンオイルのやつね、買ったんですけど、今日はね、おろしでいくか。これもね、このね、おろし醤油もね、美味しいんですよ、また。いろいろ使いやすいですね、他のことに。はい、こんな感じで。で、このね、お箸は、さっきね、この肉を入れた時のやつとは別のやつですね。その後にこうやって確認するのは同じ箸ですけど、別の箸を使ってます。生の肉をね、触った箸はまあいろいろとね、病原菌とかね、ついてたりとかするんで、雑菌とかついてたりとかするんで、一緒には使わないっていう感じで、だいたい調理する時と、あとその後盛り付けとか、あと、めんどくさいからそのままね、これで食べちゃったりとかするんですけど、こんな感じで、だいたいね、2本の箸を使うっていう感じですね。菜箸とかも使ってるんです。まあ持ってるんですけど、なんか、片付けるのめんどくさいんで、よっぽどじゃないとあんまり使ってないですね、最近は。普通にこの、なんていうの、安い、これ無印の、竹の箸なんですけど、それをそのまんまね、料理と食卓でも使うっていうのが楽なスタイルっていう感じですね。はい、はい、ということでいただきます。まずはお肉からいただきます。おいしい。本当はね、ここね、こんなね、食卓じゃない、キッチンで食べてなくて、ちゃんとね、食卓の方行くんで、大丈夫です。何が大丈夫か。で、あとは、ちょっとね、昨日ね、お風呂も入らずに寝ちゃったんで、一回シャワー浴びて、で、それから、会社に行きたいと思います。はい。まあ、その前にね、一回動画を、PC に取り込んで、編集してアップっていう作業があるんですけど、はい。そんな感じに、今日はちょっと、なんかすごい久しぶりにこんな慌ただしくなっちゃったなっていう感じなんですけど、皆さんもね、今疲れててね、体調崩すのも体調崩すっていうか ね寝ちゃうのもしょうがないとは思うんですけど、せめてね、目覚ましみたいな、そういうのかけてからね、寝るようにしましょう。はい、そうしないとね、今日の僕みたいになりますって感じで。